うまいよね、これね。でもちょっと辛い。本当はね、水にさらしてちゃんとやればいいんだけど、もう香りが、パパはさ忙しいから、ちょっとここはね、あ、いいよ、言われた、手抜きしてる、ちょっと。一つまみ、待って、ごま油さに、いいよ、混ぜて、見てこの体勢、みんなこんな体勢で撮影してると思ってないでしょ、 YouTube の人、うん、アシスタントの人とかさ、いっぱいいる人で、リュウジみたいに、うん、すごいいろんな何台もカメラ使ってこういうのしなくていいんだけど、貧乏 YouTuber は一人でこうやんない。これはね、焼肉のタレを混ぜ込むのやつ、揉み込むタレなんだけど、うん、これはね、ニンニクすりおろしチューブじゃダメなんだよ。全然風味と味わいが違うから、あのニンニクすりおろしっていうのは、もうあれはあれの匂いなんだ、味なんだよね。美味しいんだけど、あんま好きじゃないタイプじゃないわ。全部ごま油や。見てさあ、丸かじり行こうよ。あとはちょっと小分けにした。いや、やばくない？もう一個あんだけど。もう一個やったの、うん、それもやるつもり、うん、それは食べ、お腹空いたらにしたらいい。これちょっと細かめに切る。違う、ビスケもったいなく感じちゃう。
よし。はい、どうぞ。で、うま？うん。よかったじゃん。多分。玉ねぎも倍ぐらい。ね。美味しいね。で、変なことやったら、玉ねぎとお肉を入れて。あ、中華で焼肉屋さんみたいで美味しいね、うん、めっちゃ簡単に作れるんだよ、
もうやだ。もうやだ。どいて。あ、どうしよう。大好き。あ、何何？うん。ちょっと大好き見たらしいよ。いや、やってるって。じゃねえよ、鉄道。こいつじゃない、やってくれんの。俺ポンポンいいぞ。頑張ってみた。バイヤー。ぴったり。絶対つくじゃん。こんなつきづらいとこ、パツンとついてる。うん。あ、疲れしちゃう。いや、ここはいいよ。めっちゃ美味しくて、ご飯なくなってもうたわ。すごい贅沢だね、これ。かかってんねん。いや、美味しかった。美味しかったです。今日もごちそうさまでした。